オツが妻のしだれ桜オツが妻のしだれ桜は、山梨県山梨市牧岡町室伏市オツが妻地区に生育するしだれ桜の巨木である。この桜は、甲府盆地北東端、笛吹川水系支流琴川砂岩の小高い丘の中原に生育しており、眼下に甲府盆地、遠く、三坂山地、富士山を望む。甲府盆地から埼玉県秩父市方面へ向かう。 国道1 4 5号線の野宮交差点から山梨県道2 1 5号蕎麦口延山線を乙女高原方向に登っていくと、琴川の谷間を挟んだ右側の山腹に一本のしだれ桜の巨木が見えてくる。この木がおつが妻のしだれ桜である。おつが妻集落の民家の間を抜けた小高い草地の丘は地元では山の上と呼んでおり、 その頂部に生育するおが妻のしだれ桜は、根回り4.6メートル、目通り3.8メートル、樹高8.7メートル、枝張りは東西に8.5メートル、南北に8メートルに達する巨大なもので、推定樹齢は約150年から200年ほどであり、1976年3月30日に、当時の牧岡町によって、町の天然記念物に指定され、 今日では合併後の山梨市の天然記念物となっている。なおこの桜を含めた一帯は同地に在住する個人の所有地であるが、一般に開放されており自由に見学することができる。開花期は例年4月上旬から中旬で、近年では夜間のライトアップも行われている。この高台には秋葉山、天神宮などの祠があり、おつが妻の住民はこの広場で、 花見の宴会を行う。オツが妻のしだれ桜のある旧牧岡町は、総面積のおよそ80%が産地で占められ、古くから人々の住む平地、丘陵地は、笛吹川及びその支流の中小河川に沿った限られた位置に集落が発達した。オツが、妻はいわゆるあざなであり、今日の住居表示では、山梨市牧岡町室伏に含まれる。 乙ツが妻の地名表記は古くは、貝の国史に、旧室伏村、奥勝馬と記載されており、今日の乙ツが、妻は、奥勝馬から変化した当て字と考えられている。勝馬とは、家の奥隅にある部屋のことで、琴川上流部に位置する地形的なものから、奥地にある勝馬との意味合いから、奥勝馬と呼ばれるようになった地名と考えられている。 オツが妻のしだれ桜、甲府オツが妻のしだれ桜の位置、JR 中央本線沿山駅より、甲州市民バス、西沢渓谷線、久保平線に乗車、久保平バス停で乗り換え、久保平バス停より、山梨市営バス、牧岡巡環線に乗車、中牧神社あるいは、オツが妻入口バス停で下車 AB 村松、PP126 から127、 牧岡町教育委員会編、P13。AB 牧岡町教育委員会編、P18。大津が妻のしだれ桜山梨市役所ホームページ、2013年4月5日、閲覧。大津が妻のしだれ桜牧岡町教師、編参委員会編、PP1081 から1082。牧岡町教師編参委員会編、P553。 牧岡町教師編参委員会編 PP573 から574詳細は甲州市バス時刻表を参照詳細は山梨市市営バスを参照おつが妻のしだれ桜富士の国山梨観光ネット社団法人山梨観光推進機構2013年4月5日閲覧ありがとうございます